人生の宿題、ね、まあ私たちはただ生きていくだけじゃなくてやっぱこう少なくとも誰かの役には立ちたいですし自分の希望や欲望は叶えたいしなんかしたいこととかやりたくないことってやっぱあるんですよね。でやりたくないことを避けようと思うとお金がかかったりするんですよ。まあ、お金以外にその避ける方法はあるかもしれませんけども、まあ、お金がかかったりするんですよね。 あとはやりたいことをやろうと思っても、この後もお金がかかることがあると。じゃあ何でもかんでも金かっていうと、お金じゃない解決方法もあるんですけども、例えばお金の代わりに知恵を使うとか、体力を使うとかね、影響力を使うとか、権力を使うとかってありますけども、やっぱりね、私たちが一番簡単にことを得ようと思ったら、お金を使うことなんだろうなと思うんですよ。 だって権力ないし影響力ないしなんかものすごいね才能に恵まれてるわけでもないし何もないんですよ。となるとない能力で何とかしようとするよりもお金を使ってものをね手に入れるつまり買うってことだったり誰かに手伝ってもらうとかねうんなんかそうですねまあ依頼してコンサルしてもらうとか知恵を借りるとかああいったことになるんだろうなと思いますよね。 だから人生の宿題といえば、やっぱねあの、お金の問題を解決することじゃないかなと思うんですよ。まあ、夏休みの宿題ごときはやらなくてもなんともなりますけども、この人生の宿題ね、お金の問題を解決するっていうのは、その程度の差はあれね、どっかで決めとかないとどうにもならないですよねあ。例えば、月に10万円稼ぐ方法はクリアしてるよと。月に20万だったら自分はクリアしてるよと。月に200万だったらなんとかなるよっていうのはいろんな。 ランクはあると思いますけどもそれに応じて自分の人生の豊かさとか見識とかも変わってくるのかなと思いますしそれによって人からの信頼とかもやっぱり変わってくるのかなと思うとお金の問題解決すると様々なものが早く回り始めるのかなと思いますよねそしてお金を早く手に入れようと思ったら YouTube を使うことかなってやっぱ思いますね、うん、YouTube 使っていこういってま